はーい、お疲れ様です。元光です。言論プラットフォームのフローチャンネルになります。 今回の話なんですけど YouTuber がまた逮捕されたぞっていうことで今話題になってるんですけど登録者がね100万人を超える人気 YouTuber だったその音楽系のね YouTuber が殺人未遂で逮捕されたっていうことで相当やべえぞーっていう話なんですよね、まあ、今回のこのニュースなんですけどこんな感じで報道もされてるわけなんですよね、まあ、自称 YouTuber って語ってて矢野容疑者なんですけどプスという名前 で活動していていバンンドチャンネル登録者100万人以上を超えるまあその人が逮捕されたぞということで報道されてるわけなんですよ。まあちなみにその YouTuber30 歳で10代の女性を殺人未遂だということで逮捕されてるとまあ逮捕された理由もそうなんですけどその YouTuber の今までの発信とかがやべえぞっていうことでもね話題になってるんで今回その件についてね見ていこうかなと思います。元ののチャンネルではジジニュース系のことを話して ということでこちらのタイトルなんですけど人気 YouTuber プスが殺人未遂で逮捕自分は正真正銘のクズです女と遊ぶことばかり考え金の計算ばかりしていた交際相手の10代少女を包丁で刺した音楽ユニットつゆメンバーの素顔ということで、まあ、100万人のね登録者を超えるこちらつゆ っていう音楽とかの発信をしているユーチューバーのメンバーがですね。逮捕されてしまうというような有名 youtuber の末路なわけなんですよね。まあ、ちょっと内容を見ていこうと思うんですけど、音楽しね。しねって人気ヤンキー sf アニメの楽曲を担当した音楽ユニットでリーダーも務める男性は？ 楽曲が完成しないストレスから X でこんなポストを残していた警視庁は5月31日自宅マンションで10代の少女を包丁で刺して殺そうとしたとして YouTuber の矢野容疑者を殺人未遂の疑いで緊急逮捕したということで YouTuber の矢野容疑者30歳をね逮捕したんですよ同容疑者は3人組の音楽ユニットつゆの作詞作曲を全て担当しており業界内でも知られた存在だったということでね まあ100万人超えてるからね YouTuber としてむっちゃ有名なんですけどそこの作詞作曲をやってたんですよ全て担当してるそんな人が10代の少女を包丁で刺して殺そうとしたわけなんですよねで彼女を刺して自分も自殺しようと思ったということでなんか真中みたいなことでやってるのかな事件が起きたのは31日午前9時50分頃東京都中野区野方の矢野容疑者の自宅マンションで容疑者本人から 包丁で彼女を刺したた。と119番通報があった警察官が駆けつけたところ10代の女性が救急隊員から処置を受けており矢野容疑者が女性を刺したことを認めたとで寝室のベッドの脇には血がついた包丁が置いてあったことから緊急逮捕に至った女性は胸を刺されていたが搬送時には意識はあったという矢野容疑者は少女と交際関係だったと説明しており調べに対して彼女を刺して自分も自殺しようと思ったなどと供述していることから 二人のの間に何らかのトラブルがあったと見ている矢野容疑者は大ヒットヤンキー s F アニメのエンディングテーマを担当した3人組音楽ユニットつゆのリーダーとして業界内では知られた存在だったということで業界内では有名みたいなんですけど元光は、ね、ちょっと知らなかったんですけど矢野容疑者はプスという名前で音楽の専門学校に通いながら2012年頃からニコニコ動画を中心にボーカロイドなどの楽曲の投稿を始めたと。 当時は8に影響を受けた投稿者が台頭し始めてきた時期でプスもその一人その後は歌い手としても活躍の場を広げ2019年には3人組の音楽ユニットつゆを結成全ての楽曲の作詞作曲を担当しており2022年からは大手レコード会社に所属し2年契約を結んで活動していたということで、まあ、活動自体はむちゃくちゃうまくいってたわけですねで去年1月には株式会社ツ を立ち上げ同社の代表取締役に就任同年には大ヒットアニメのエンディングテーマを担当するなど一流ミュージシャンの仲間入りを果たした同グループの YouTube のチャンネルは登録者数が100万人を超えたが同年11月にはレーベルとの契約を途中で解除していたと去年の11月には契約を解除とかしてたみたいなんですよね事件が起きた矢野容疑者の自宅は西武新宿線野方駅から北におよそ2 5 0メートルほど離れた環状7 7号線沿いのマンションの一室。 住宅街に面していることもあり近隣住民も驚きを隠せないとうちの窓から救急車のランプみたいなのが見えたので何かあったのかなと外に出たらマンションの前に1台の救急車と環状7号線沿いに消防車とパトカーが止まっていてびっくりしましたって規制線も張られていて救急隊員とおまわりさんが忙しそうにマンションを出入りしていましたねってしばらく経つとおまわりさんに両脇を囲まれながら金髪の男性が出て パトカーままで連れれてて行かれてました逆らうこともなくちょっとうなずきながら無言で歩いていましたねっていうことで、まあ、その様子がねニュースとかにもなってたわけなんですけどこんな感じだったわけなんですね10代女性刺したか自称 YouTuber 逮捕だーって自称 YouTuber の矢野容疑者だということで報道されていたわけなんですけどこの住民によると事件が起きたマンションは防音設備を売りにしており音楽関係者らしき人物が多く住んでいるというバンドマンとか YouTuber みたいな見た目をした 人人が多くて普通のサラリーマンっぽいいはあまり見たことないですね実際にあのマンションに入っていくのは派手な見た目をした人が多くて髪の毛が長かったりスカートパンツみたいなのを着た男性も見たことがありますということでそういうマンションだったみたいですね自分は正真正銘のクズですクリエイターを名乗る価値がありませんということで音楽業界にも激震が走った今回の事件果たしてプス名義で活動していた矢野容疑者とはどんな人物だったのか音楽関係者の 男性は彼は昔から情緒不安定なとところがあったと語る彼は昔からネットでボーカロイドや歌い手などの活動をしていたが本格的に売れ出したのはここ34年といったところただ彼が作詞作曲を務めるユニットつゆは誰かの作風をまねるというか二番戦じみたいな曲調が多いと業界内では言われていたこのことは本人も気にしていてここ最近はスランプで悩んでいると周囲に漏らしていました私生活では彼女を特会引っか ししてていいいるとうううか会たたびに違う女性を連れていましたねアーティストにしては珍しく酒もタバコもやりませんが昔から情緒不安定なところはありそれが原因でレーベルとも契約解除に至ったと聞いていますということでまあそういう私生活とかで結構難あるみたいな感じの人だったみたいですねこの男性の言葉通りプス名義の X アカウントには多くの愚痴や不満がポストされていたと2023年11月12日はこう書かれていたということで まあこんなことを言ってて、つゆ作者のプスです。突然ですが、つゆとして所属していたポニーキャニオンをこちらの一方的な都合で中途契約解除しました。理由は自分がクズだからです。働かなくても大金が半永久的に手に入るようになり、好きなものを好きなだけ買い、好き放題遊び放けて、汚れた欲望に支配されたからです。ということで、まあ、自分がクズ野郎だっていうことを発信とかしてたわけなんですよね。まあ、他にも、まあその上 不安定なところが、えー、自分で投稿してるので分かるんですけど、まあ、これがねそのプスって人のアカウントなんですけど曲を作ることもメンバーのことも応援してくれているリスナーのことも全てを後回しにして高級車に乗って毎日のようにブランド品を買って女と遊ぶことばかりを考え金の計算ばかりしていました自分は正真正銘のクズですクリエイターを名乗る価値がありませんなので殺させてくださいとかそういう発信してたりだとか、えー、他にもこんな感じでね音楽はしねえって今回も完成してないです 俺一回も音楽完成したことないんですよね。この世で一番好きなはずなんですけどね。作業やってもやっても次から次へと気になる箇所が出てくるんですよね。周りも持たせるし連絡もいろいろ来るし頭が割れそうになりながらそれでも完成しないんです。死ねよとか言ってたり他にも音楽死ね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 って言ったりだとかかなり情緒不安定な部分があったわけなんですよ。 でそのグループのえメンバーの人のね投稿になるわけなんですけどプスが曲作りに集中できるように9月以降あえて干渉しないようにしてたんだけど今回も爆発どうすればよかったんだーっていうことで、まあ、メンバーも結構困ってるようなそんな様子だったんですよね、まあ、そしてこのユニットがね契約解除しただけではなくてねもう活動休止しますよという話だったんですよね去年の11月の時点でですね所属していたポニーキャニオンの契約解除を発表 してですね、その後ここうういうことも言ってたんですよねつゆライブツアー2024年、えー、革命前線を最後につゆは活動休止しますと、まあ、2024年のこのライブツアーをもってやめますよということが言われているわけなんですよねそのライブツアーの日程なんですけど4月14日のここまでになってるんで活動は休止の流れというところで今回の事件が起きてですね他のメンバーもこう言ってて突然のことでまだ混乱しています被害者の方の方日も早 早い回復をお祈り申し上げます非常に残念ですが今回騒がせている事件の影響で僕が2年越しで制作したピアノ CD「つ、え、ゆ、ー、ピアノコレクション」の発売は中止になりましたということで、まあ、メンバーにも迷惑をかけるようなことをしてて楽しみにしていた皆様本当に申し訳ありませんということになってるんですよね。 まあ今回かなりやばいことをやっちゃってるんでまあ、活動復活っていうのも絶望的な状態なんじゃないのかなと思いますそしてちょっとね記事に戻っていくんですけどこうした矢野容疑者について 近隣に住む30代女性は数日前から異変を感じていたというと実はあのマンションの方向からおとといまで3日連続で男性の怒鳴り声が聞こえてきたんですお前何なんだよこらーみたいに誰かを一方的に怒鳴りつけている様子でドスの効いた半グレっぽい感じでしたね毎回5分以内で収まりましたけど怖くて毎日窓も閉めていました一体2人の間に何があったのか捜査の進展が待たれると。 いまあとはいえまた YouTuber が逮捕されたっていうことで YouTuber はやばいやつしかいねえのかっていうのがねネットでもよく言われてるんですけど、えーまあ、例えばこちらね「プス逮捕でどんな人だったか調べてもろくでもない情報しか出てこねえぞ」って「YouTuber ってこんなんばっかだな」っていうふうに、ね、言われてるわけなんですけど、まあ、さっきの記事にもありましたけど働かなくても大金が半永久的に入るようになり好きなものを好きなだけ買い好き放題遊びほうけて怪我 言れた欲望に支配されたからです。っていうことで、もうやばい感覚のやつじゃね。えかっていうことが言われてたりまあ、有名なユーチューバーの末路としてはやばすぎますよね。まあ、ネットで他にもこういうこと言われてるんですけど、プス逮捕されてて笑うっていうことで、まあ、この人が逮捕されてまあ、そりゃそうだろう。みたいな意見を持ってる人もいるわけなんですよね。ネット上ではまあ、それぐらいネットでやばいやつ扱いされていた人みたいなんですよね。まあ。 30歳の YouTuber が10代の女性を指すって。 っていうのもちょっとね一般的な感覚からするとかなりずれてるように思えますからね、まあ、そしてこういう大事を起こしてしまうということで、まあ、ネットでもいっぱい言われてるんですよね YouTuber のイメージがどんどん悪化していくねーっていうのが言われてたり他にも30歳が10代と付き合うだけならまだしも殺人未遂でってクズすぎるぞーってお母さんあなたのお子さんがなりたい YouTuber ってこんなんばっかりですよーっていうことで YouTuber なんてひどいやつしかねーっていうようなことが言われてたりはあってマジでアタオカじゃんかってメンバーに迷惑かけるな本当ってこいつほんまいいとこ音楽だけやなーって極中でもっといい曲書いてくれよなーっていうことでマジでやべえやつだなーっていうような意見だとか他にはこれうちの推しなんマジありえんわーっていうことで音楽自体はね人気あったり好きな人がいるわけなんですよねでもありえんわーっていうのが言われてたり他には10代女性はプッサの彼女だそうで新だそうで 室にベッドで寝ていたところを刺したそう30代の彼女が10代ってところも相当キモいぞっていうのが言われてたり他にも自称にまずワロタっていうことでね YouTuber 自称 っていうことでね、えー、こんな感じで報道されてますからね、子供の憧れの職業やのにイメージダウンしとるやんていうことで、ま,あ、また YouTuber のイメージがね、悪くなったというような話なんですよね。まあ、ということで、今回は100万人超えの有名 YouTuber のこの末路がやばすぎるーっていうようなそんなお話でした。皆さんの意見もね、ぜひお聞かせいただけたらなと思います。元光のチャンネルでは、時事ニュース系のことを話していきますので、いいねと思ったらぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。本日もご視聴 ありがとうございました。